アノにはどんなものかということを知っていただきたいと思います。ピアニストの中川健一です。よろしくお願いします。あ、今の曲聞いたことある人、ある方、ね、いないいない。あ、はい、23人ですね。今の曲は、ムソルグスキーというロシアの作曲家が作曲しました、組曲展覧会の絵。展覧会の絵なんだ。これは友達の画家がいて、画家が描いた絵を見て、曲が描けると思って描いた曲の最初の曲、プロムナードといって、これから絵を見に行くときに、なんかどういう絵見えるのかなというワクワクした気分、それを表した曲とも言われています。なので、これからどんな秘密が見れるのかなという、そういうワクワクした感じ、そういうものも表してみました。さて、まずはお話をする前にちょっと音楽を聴いていただきたいと思います。今、プロムナード、元気な曲でした。次は、もう少しゆったりした曲。皆さん、働きましたか、今日、ね、働きましたね、いろいろ。もうお仕事、家事、お勉強、大変ですね。疲れてますよね。疲れてますよね、この時間になるとね。疲れてるので、こうちょっとゆったりしたいなって思う人もいると思うので、で、お話聞きながら寝るより、先に寝ちゃった方がいいかなって思うので、ちょっと眠い曲をわざと演奏したと。今から演奏するのはドビュッシーが作曲した。ドビュッシーというのはそうですね、フランスの作曲家です。フランスみんな知ってますか？知ってる？あ、知ってる。パリは知ってる。そう、パリで今から100年前ぐらいに活躍した方で、ドビュッシー、じゃドビュッシー、覚えてみよう、いきます。ドビュッシーさん、はい、ドビュッシー、よく言えたね。ドビュッシーが作曲した月の光って曲を演奏します。これはどういう曲かというと、池があります。池のほとりにドビュッシーさんが来ました。イタリアで、イタリアの湖、綺麗だと、綺麗な湖で綺麗な月が照ってました。で、その月が湖に映ってた、ね、綺麗に映ってた。はい、質問です。風が吹きました。風が吹いたらその池の表面どうなる？はい、何？顔壊れちゃう。そう、そうだね。揺れて形が変わる。そう、当たり、はい、ありがとうございます。ね、そう、そうやって形が変わって、それで今度風が止みました。止んだら今度表面どうなるかな？ぐちゃぐちゃ？ぐちゃぐちゃなのはどうなる？戻る。そう、あ、じゃあ拍手。ね、素敵だね。そう、元に戻った。それを曲にしたとも言われています。で、僕が専門なのはクラシック音楽。クラシックっていうのはね、まあ一番って意味もあるし、昔のっていう意味もあるし、いろんな意味があるんだけど、まあすごい昔の音楽を、なんでヨーロッパ人の作った曲を、それも何100年や200年前の曲を、なんで日本人がやってるのか不思議ですけど、やっぱりいいので弾いてます。いいものをみんなに届けたいと思って演奏しています。なので皆さんに届けたいと思うんだけど、なんか無理やりね、これいいと思ってっていうのも変な話だよね。僕は一音一音に対してすごく細かくこう弾きたいって実はすごく考えてる。だけど問題はね、みんながそれと同じに聞く必要はまあないと思う。例えばこういうふうに思いを込めて作った料理っても美味しいでもいいじゃない、それだけで。と同じように音楽もまあ良かった、気持ち良かった、眠いと思ったっていいと思うんで、それは気持ちよかったっていうことだと思う。なので自由に聴いていただきたいので、今日は疲れてると思いますので、今日は夜だと思って一回ね、ちょっと暗くしていって夜の気分になろうかなと。で、みんな怖くないよ、大丈夫だよで、暗いので、で、みんな自分の世界、自分の今僕が思った話の通り聞く必要もないの。なので自由に聞いてもらえたので、もしよければ目をつぶって聞いてもらいたいと思います。で、もし横になって眠りたい人はあるんでしたっけ？はい、座布団をご用意してます、だから座布団でね、そこにバーンって寝ちゃっても大丈夫。ここら辺寝ちゃっても大丈夫。欲しい人いますか？ごめんなさい、クラシックしちゃって。欲しい人いる？座布団遠慮しなくていいよ本当？あ、はい、どうぞ、はい、座布団ここら辺寝転がってます。あ、あっちもいる
よ、取れて。はい。はい、じゃあもうゴロンと寝てごらん。寝てごらん。どこでもいいよ、ゴロンと寝て。はい。今日はね、いつもできるようなことは当然やらないから。いつもできないことをやりたいと思ってます。いいよ、ゴロンと寝ていいよ、どこでもいいよ。寝たい人は寝てくださいね。いいかな？堅苦しい演奏会じゃないから、今日は自由、自由、とても自由。いいかな？はい。大人の方も遠慮する必要ないですよ。今しかないですからね。恥ずかしいことではない。みんな横になった？いいかな？はい、来た。ね、誰かやりだすとね、だんだんちょっとやりやすくなる。じゃあ次、横になって。横になってね。はい。ゴロン。あ、いいよ、どうぞ。ゴロン。はい、横になっていいよ。うん。いいかな？よしよし。じゃあ、後ろでもここでも構わない。横でも全然大丈夫。こちら の、 席空いてます。どうです。みんな 寝たかな？横になった？横になったかな？はい。では、照明を椅子は大丈夫か？じゃあどんどん暗くしていきましょう。はい。ではよろしければ。目をつぶって聞いてください。で、よろしければ眠っていただいても構いません。ただ、いびきだけはかかる。はい、じゃあ自由に聞いてください。ドビュッシー作曲、月の光です。
一番近い楽器、ないし一番皆さんがよく知ってる楽器の中の一つではないかと思います。さて、じゃあみんな本当に全部知ってるのかな。まずどうやったら音が出るか。鍵盤を押したら音が出る。知ってるよね。知ってるよね。そうだね、ハンマー。じゃあ中に弦が張ってある。それも知ってるよね。糸じゃちょっとないだね。その間がどうなってるかを完璧に言えるとはあんまりない。なのでその話をするために今日はわざわざあるものを持ってきました。これなんだろう。いいかな。いくよ。せーの、ほっ。これはピアノのアクションカットで、もともとはこういう風に入ってるね。わかるかな。わかる。わかる。これが逆になるとこうなります。で、ここが鍵盤ね。で、ここがみんな、さっき言ってくれたお友達だね、ハンマーです。ハンマーがここにある、ここに弦が張ってあると思ったら。弦が張ってあると思ったら。こうね、この鉄の棒なんですけど、実際は弦だと思った。弦をハンマーが打つから、弦がブーブーブーって震えて、そこまでの話をしたいんですが、今日はやることたくさんあって時間がないので、一回しかやらないから、よーく聞いてね。鍵盤を押します。押したら、こっち側が上がる。なんで、皆さん、シーソー知ってますか？片方が下がると片方は？上がる。そう。これをこっちが下がるとこっちが？上がる。はい、よくできました。さあ。じゃあその後これね、みんなちょっと広いので見えにくいってこと、金属のポチッと見えますか？見える。見える？金属のポチッと見える。これが上に上がります。上に上がるんだ。そうすると横の木の棒、これを押し上げるね。この横の木の棒、これを押し上げます。ああ、ね。そうするとこの先の縦の木の棒、これが上に上がる。この縦の木の棒、これが上に上がる。そうすると今度は見えにくいと思うんだけどね、ちっちゃい黄色い丸いのがあるね。これを押し上げます。小さい黄色い丸いの、そう、ちっちゃいよね。これを押し上げます。そうするとここのハンマーに力が伝わって、ハンマーが上に上がる。もう一度だけ。こっちが下がる、こっちが上がる。わかった。そうするとこの金色の、あ、金属のね、銀色のポチッというのが上に上がる。わかった。そうすると横の木の棒に力が伝わる。わかった。そうするとこの縦の木の棒に力が伝わる。わかった。そうするとこのちっちゃい黄色い丸いのに力が伝わる。わかった。さらに横の木の棒に力が伝わる。わかった。じゃあこれがどういうふうに動くかよく見てね。ゆっくり押したいけど、
です。フェルトっていう。だけど特別な作り方なので、普通のフェルトは何倍も硬い。このやり方は公開されていません。いいかな？じゃあ、これがまず基本的な仕組みね。ゆっくり押したのに、大きい子は分かると思うんだけど、大人の方は分かると思いますが、テコの原理。それが組み合わさるとゆっくり押してるのに、これね、当たったのが分かんないって人も結構いるのね。そうだよね。ゆっくり押してるの、今。ゆっくり押してるのに、こんなに速い。だから、すごく細い人、小さい人でも大きい音で分かるな。さて、じゃあ、このね、いいかな、アクションモデル分かったと思うけど、これがピアノのこの中に今、88個。で、今日は特別がたくさんあります。普通はできないんだけど、その鍵盤からね、時のアクション全部86個ね、今日は取り出して。でも取り出すためには、いいかな、特別な人が一人、僕はできません。僕はできません。これは特別な人、じゃあピアノ状態をよく知ってくる。ピアノお医者さんみたいな。調律師と言います。調律師。です。その方は、鈴木さんって方なんだけど、すごくね、シャイなの。で、大きい声、鈴木さんって呼ばないと、今日出てこないで、今日これで終わっちゃう。なので、みんなで大きい声で、せーのって、鈴木さんって言ってください。そしたら、大きい声じゃなくて出てこないからね。いいかな？いくよ。せーの。家でやっちゃダメだよ。特別の人しかできない。家でやってみようかな。はい、横のブロック取りましたね。はい。今度は左側のブロックも。こうやってネジで取れちゃう。すごいね。場合によってはドライバーの時もあります。このピアノの場合はネジで取る。はい、取れました。では、今度はどれを取るんだろう。鍵盤蓋を取れました。はい、この状態でもまだピアノの音は出ます。はい、なんかこんな辺り。はい、じゃあ今度支えてるこの棒でね、それを取っちゃう。はい、OK。 じゃあ引き出すからみんなちょっと下がろうか。いいかな、ちょっと下がって。はい、ちょっと下がって。お、はい、ちょっと。では、とっと鈴木さん、はい、引き出してください。引き出して一回転、重い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 。はい、あ、まだ感じちゃう。はい、じゃあ一回転しないでちょっとこっちに持ってきましょう。はい、はい、あっちから回ってみるか。それね、そうするとこれね、こういう風にこうウェーブみたいな。わあ、さて今日は特別ね、普通は絶対触っちゃうの、絶対触っちゃうのね。もう触ったらね、すっごい大変なことになっちゃう。だけど、特別、一番下の音だけ。みんな弦の気分になって、ここに手を持ってきて、こうやって僕がどれくらいの速さでここに当たるかをやるので、みんな、じゃあ1列並んで、1列。はい、並んで。じゃあ誘導お願いします。それで、いいかな？ここでどれくらいの速さかって分かったら、こっちにアクションカットモデル。一つは、グラウンド、もう一個はなんとここにアップライト、アップライト、ピアノもあるのでこれもいじってください。そしてその後にこっち側にある、あ、このハンマーね、ハンマーどれくらいの硬さか、しっかりそれもみんな握ってみて、どれくらい硬いか掴んでみてね。いいかな。はい、じゃあ手出して。はい、一人ずつよ。はい、じゃあついて。はい、手出して。はい、じゃあついて。はい、気持ちいい。気持ちいいらしいです。はい。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。普通はね、このハンマーね、触っちゃ絶対ダメなの。
でもこれは実は本当にそう調律の方がいてちゃんといろいろケアしてもらってるから大丈夫。硬い。もちろん大人。めちゃくちゃ硬い。硬いね。子供しかダメだ。めちゃくちゃ硬い。硬いでしょ。はい。はい。すごい。硬いよね。こっちも押してみな。どうぞ。うん。はい。あ。ね、硬いよね。はい。はい。次どうぞ。おお。はい。今度はここが当たる。はい、ハンマー。止まってるかな。はい。おお。はい、どうぞ。はい、止まります。はい、次の方どうぞ。皆さん、今しかないですからね、大丈夫ですか？はい、やりたい方。はい。どうぞ、手持ってきて大丈夫ですよ。え？あといませんか？大丈夫ですか？今しかないですよ。やりました。終わった方はこちらにもう一度集まりましょうか。それでですね、中見てみますね。中を見てみると何もないわけですよ。何もない。当然ね、まあ、ここをどんなこうやったって音はそれは出ないね。で、じゃあ、先に集まった人だけちょっとお話しするけどね、ここにねペダルってあるじゃない。ペダルを踏むとここが上がってね、どうなるかっていうと、そう、音が伸びる。そうそうそう。後でお話しするけど、このね、先にあるね、ある部分が引っかかってね、ここにあるダンパーってあるね。ダンパー、もともとダンパーっていうのが弦に引っかかってる、かぶさってる。それが上がるから、ブルブルブルって止まんない。そういうようなペダルっていうのもちゃんと、テコの原理。その帝国って難しいと思うんだけど、何か動かすと他のが一緒に動いてくる、ね、そういうものでできてます。中見て本当コンピューターじゃないよね。これ本当に木と鉄ぐらいですから。だから人間が一生懸命考えて作った、いろいろそのパズルみたいに考えて作った、難しい言葉で言うと工芸品。工芸品って分からなくてもいいから、もうそう一生懸命人間が木を削って手を鉄をいろいろ曲げたりして作った。普通ここまでお話ししないんだけど、さっこのね、ペダル踏んでさ、ピコピコ動いてるとこあるよね、この奥の。これは、これのね、ここの部分で、これが上がるわけ。ここが、これが上がるわけ。上がるとこのダンパーっていうのが上に上がって、ここの弦が震えてるの、本当はダンパーっていうのを押さえてて、鳴るのを止めるんだけど、上げちゃうからちょっと鳴りっぱなしなの。そういうことなの。はい、じゃあ鈴木さんに入れていただきたいと思います。じゃあ鈴木さんお願いします。はい、これから入れますね。はい、じゃあ少し奥に行こうか。危ないからね。これね、実はねすっごい重いのね。すごい重いから上頭に来たらバーンっていったら危険だからね。はい、じゃあ鈴木さん力持ちなので楽々と上げます。重そうにね。これでもね、みんなよりはね、重いかもしれないよ。重いかも。はい、これだけで音が鳴るんだよね。そう。です。はい。では、これから元の状態にしてもらいたいと思います。じゃあ、鈴木さん、よろしくお願いします。そう、黒い鍵盤、白い鍵盤ってあるけど、でも中がデカオベコには全然なってないのね。そう、鍵盤だけはデコボコだけど、中は全くこう一緒の高さになってるよね。全く同じ細さになってるよね。多少大きい場所によって向きが違うけど、でも白と黒で違いはありません。そう、鈴木さんはね、プロなので早くできますけど、みんながやると多分壊しちゃうかもしれない。1時間かかって壊しちゃうかもしれない。24時間かかって壊っちゃう。だからすごく精密にできたよね。そう、こうやってネジを締めると、これはドライバーの時もあります。そうするとこれが完成しました。はい、ピアノの蓋というのはここ、大人から見えますか？ここと、ここ見えます。はい、開いてみますよ。どんな感じかな。2箇所で支えられてるの分かる？
2箇所、こことこことこっち、わかる？うん、2箇所で支えられてる。怖っ。つまり逆に言うと、でここは実は1本の棒、こっちも1本の棒だけで刺されてる。なのでその棒を取ったらじゃあ取れるんじゃないかということで、これも専門家ですよ。なので鈴木さん、またよろしくお願いいたします。はい、持ち上がるのかな、見てみましょう。持ち上がるでしょうか。せーの、ほい。あ、取れた。じゃああっちの方に持って行ってください。じゃあ間開けてください。よろしくお願いします。さあ、ピンポンです。これを一番下の弦の上に置きます。どうなるかよく見て、せーの。え、もう一度いくよ。せーの。では、これでも分かんない人がいると思うので、今日は特別ね、特別、みんな、すべての人にこの震えを体験してもらいたいので、いいかな。それじゃね、ここからどんどん、ここが1番ね、1番になって、ずっと、まあ、1列になってぐるぐる回りながら、ここの部分を軽く触るね。じゃあ、誘導、尾形さんお願いします。はい、ここね、ここの部分、軽く触ってください。じゃあ、軽く触ってください。じゃあ、これは全員触ってください。はい、じゃあちょっと待ってね。はい、いくよ、せーの。はい、次行きましょう。じゃあどんどん回って、どんどん回ってください。これ全員やってね。はい、軽く軽く。はい、次。はい、はい、はい。うわ、しびれた。はい、はい、そっちの人も回ってきて。これは普通はやってはいけない。普通はやってるのは特別です。そっとね。はい、はい、軽くさ。はい、そっと。もちろん大人の方も大丈夫です。じゃあ子供さんかな。はい、はい、そうとね。うわ、すごいね。はい、はい、マジでこいこい。軽くさ、はい、軽く。でかいな。はい、はい、痛い。そうとね。うわ、びっくりしたね。なんか痛くないんだけど。はい、もうちょっと手前かな。はい、この辺。はい、はい、軽くね、軽く。はい、軽くさ、軽く触って。全然痛くない。もうちょっと手前、そこそこそこ。はい、はい、軽く触ってください。はい、はい、軽く触ってください。はい、はい、もう少しこっちからでいいです。はい、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 次、はい、はい、どうぞ。はい、軽く、はい、もう少しこっちからでさせてください。はい、軽く、はい、はい、はい、軽く触ってください。はい、はい、細くなってる部分ですね。もうちょっと、はい、はい、細くなってる部分、もっとしたい、もっとしたい、はい、ちょっとその辺、はい、細くなってる部分、その辺、はい、次どうぞ、はい、細くなってる、はい、細くなってる部分、はい、その辺、はい、はい、次どうぞ、はい、細くなってる部分です、はい、はい、次、はい、どうぞ、細くなってる部分ですね、少し、はい、はい、次どうぞ、はい、おー、はい、どうぞ。はい、次の方。細くなってる。はい、軽く触って。軽く、え、違うよ、ごめんなさい。はい、そこの弦、その辺ですね。軽く。はい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 、軽く。はい。はい、軽く触ってください。軽く触ってください。細くなってる。はい。はい。はい、軽く触ってください。はい。はい、もう少しこっち。はい。はい。はい、次どうぞ。やりました。はい、皆さん、じゃあ弦がブルブル震えてるのは分かりましたか？はい、じゃあもう一度集まっていただいて、そこから先の話をしたいと思います。ではピアノの面白いとこはこっから先で、弦がブルーだけで音が大きくなるでしょうか？皆さん、輪ゴムこうやってビュンビュンビュンやったことありますか？音大きい？大きくないね。これも弦がブルーだけで音は大きくなりません。それを大きくする仕組みがあります。大人の方もよく見てくださいね。この弦の先に
いい？ここに太い木があるよね。みんな、見えるところに来てね。この木にブルブルが伝えます。この木、そう、木あるよね。木にブルブルが伝えます。この木のことをコマと言います。コマ、いきます。せーの、コマ。このコマにブルブルが伝わって、このコマ、こっちもあるね。こっちもあるね。見えるかな？ここにある木。この木、このコマが下にある板にくっついてるね。この板にブルブルが伝えます。この板のことを響く板と書いて、響板と言います。みんな言ってみます。せーの、響板。この響板がどれくらい重要かという話をしましょう。じゃあ、間を、なんかね、ちょっと開けてください。響板をこのハンマーだと思ってください。これで叩いてください。これがどれくらい重要かっていうことをもう少し皆さんに分かりやすくするためにあるものを証明します。間を空けていただけますか。皆さん、あるものが今震えてます。これなんだろう。あ、OK、音は大きいですか。じゃあちょっとごめんね。では今度は裏ね、下。磁石？磁石、くっつかないね。その木。あとはこの間のね、こういうとこに入れても変わるね。さあこれね、つまりブル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 が駒を通って響板を通ってここまで行くと、これで音が大きくなるわけ。だからピアノはなんでこんな大きさじゃこれくらいなのに2000人のホールの端まで響くかというと、こうで、これよく見て。じゃあね、そこだけかなというとね、ここつける。どんどん回っていくよ。そう、音はちょっと一時間だけでも変わるよね。まさかっていうね。例えばこれもか、ピアノなし。終わり？で、あとここなんですよ、あれね。腹？変わんないね。なので、やっぱり変わるのはこの板とかだね。響板が一番変わって、他がまあいろいろ変わるよね。はい。では、今大急ぎでピアノのお話をしました。いいかな？テコの原理、シーソーの原理ね。それでゆっくり押した鍵盤がすごく速く伝わって、ハンマーに力が伝わって、羊の毛をグッと固めたハンマーが弦を打って、弦のブルルルルルルルが駒にブルルルルいって、駒のブルルルが響板にブルルルいって、みんながブルルルいって音が大きくなった。皆さん分かりましたか。はい。じゃあ、椅子をちょっと持ってきていただいて、それで今からブルブルをみんなに体験していただくので、皆さん今日ここで遠慮していただきます。このピアノは実は、3月終わりにね、買い取られるんです。なので今日はちょっと自由にいろいろできる。で、普通はできません。あとは調律師の方がいるので、本当はこの銅線触ってもダメなんですよ。本当はダメだけど、それちゃんと養生してもらうとか、そういうのあるから特別だから今日は特別な日です。今日しかできません。で、いろんなとこをまず今からある曲を弾きます。それは実はキエフの大門っていうね、ムソノムスキーさんが作った曲、最後の部分弾いている間にいろんなとこ触ってほしいんだけど、まず触っちゃダメなとこ、弦。そういうわけで、触っちゃダメです。触ります。弁償しなくちゃいけない。大変だよ、お母さん怒るよ。で、あとこの黒いとこ、このここもすごい繊細だからダメね。で、鍵盤、肘打ち食うからね。それでもいい人は来てもいいんだけど、それ以外は逆に皆さんぜひ触っていただきたくて、まず一番面白いのはこの響板だよね。響板だよね。あと周りの板とかね。で、女の子、もちろんここ大丈夫だよ。女の子ね、行きにくいかもしれないけど、女性の方で行きにくいかもしれないけど、本当に面白いのは下に潜って、下から上を触るね。なのでどんどん皆さん弾いてる間、1分半の間どんどん動いて、遠慮して動かないでいる方が損だよね。それで、あとまさかってもこういうとこも触って、で、足、棒の端じゃないよ、いや、たまに僕のことを触ると、こうやって揺れてるって人たちは揺れてないので、これは全然違うので、そういう、なので下に潜るのも大丈夫で、大人の方は、特に大人の方ちょっと遠慮しちゃう方が多いんですけど、この際ね、もう潜っちゃった方がいいと思うんですね。なので、いろんなとこ触ってください。いいかな。はい、みんな触って、いきます。動いてください。
皆さん、ピアノ全体がブルブルってなったのは分かりましたか？じゃあ、皆さん集まってください。皆さんの声をここに響かせたいので、いいかな？今から、せーのって言ったら、せーの、あっってね、短く大きい声で皆さん集まってきて言っていただかないね。いいかな？大きくせーの、あですかね。いいかな？素晴らしい。な日なのでさっき1個だったピンポン玉がたくさんなるとどうなるかというのをやってこのピアノ仕組みコーナーを、よく見てください。いいかな、いくよ、せーの。自分の行きたい場所に行って聞いてます。あのここでも、まあ、僕の鍵盤にかかんないから大丈夫かな。あんまり立っちゃうと多分周りの人見えなくなっちゃうので、まあ椅子持ってどっか行くかこっちでもいいけど、あとは下に寝転ぶかどっちかで、はい、みんな行きたい。
の全国いろんなピアノワークショップを通して、そのようなピアノの仕組みをお話しすることがあるんですけども、今日はそれより進んだことをします。普通できないことです。なぜかというと、このピアノは先ほど申し上げましたけども、3月の終わりに買い取られたピアノです。ちょっと普通はできないんです。あとは先ほどどこを触ったりするのは普通はできないですね。なんでかっていうと、それはあの油がついちゃって錆びちゃう。でも調律の方がいると、まあ本当にちょっとの場合はそれを拭いていただくとか特別なやり方をするとか、そういういろいろあります。でも普通はできます。あとピンポン玉はただこれは実はあの金属ではないので傷がつかないので大丈夫ですね。でもあんまり真似をしない方がいいと思います。で、あとはここを解体したりするのはそれももちろん調律の方しかできません。今から皆さんに見ていただきたいのは何かというと、ピアノ特別な弾き方、こんなこともできるんだっていう内部奏法、ないしプリペアードピアノ、プリペアードってね、準備されたと。なんで準備されたっていうのかっていうのは後で見ていただくと分かると思います。それを皆さんに今日はぜひ見ていただきたいので、改めて皆さん、じゃあまた周りに集まってください。これを使いたいと思いますけど、あと丸くともお願いします。はい、まずで今からやるような弾き方するときは普通は僕は特別なピアノを借ります。本当に今日はたまたま3月終わりにこれが、まあ、本当に買い取られたからまず一つは引っかく、ね、あとはミュートといって弦を押さえて、押さえたら見えたかな、逆もさ、そうそう、こう面白い、あとこの引っかくのもね、ある音、この音をゆっくり押すと細かい、専門的だから分からなくてもいいんですけども、ダンパーっていうのがあるのね。そうするとその音だけが残るようになるので、具体的に聞けば分かると思うけど、この音で聞いたわけ。さっきのミュートっていうのは、いわゆる弦を押さえるんだけど、低い音だと。あとこのマレットで弦を押さえるとね、いろんな音が同じ弦をでも、そう変わるんです。これは専門用語で言うと倍音って言うんですけど、押さえるところで実は音が変わる。そういうことです。もちろんこれで引っかく。これ普通はちょっと傷がついちゃうのでよくないです。3月まで買い取られるんですか。買い取られるって普通られるってこと。うん、買い取られてまたね、直されてもっともっと良くなる。実は弦を変えたりとか、ハンマーを変えたり。これはね、S400B というですね、ヤマハの素晴らしいピアノです。なので、非常にこれはね、これが大好きです。ここがまず基本的な内部奏法、まあ、あとはこの、もちろんマレットでこう叩いてね、とかで、今度もう少し、進んでいくとここにビリヤードボール、これもね、じゃあビリヤードだとこういうのもあってね、いろんなのがあるけど、これビリヤードボールね、これを落としてみる。ああ、ギターみたい。あとはこれでスライドさせます。ある音をね、多分この音をスライド。これは他のこういう例えば琉球ガラス。なんか琉球。別なガラスです。
で低音の方でやると、こういうことなんです。これも普通できます。で、他に今度はこれでいこうかな。これは何だと思いますか？ボス。みんな自転車乗る？乗る。自転車の中のそのチューブね、空気が普通入ってるわけ。嘘。そう、これが入ってる。ちょっとここ開けるね、ごめんね。これを引っかくと、嫌な人いるよね。バイオリンみたいな。そう、これ前よりやばい。あとはこれね、まあ他のフォームだ。汗が減る。でこれで強く押されると雷の方がいい。なんか窓拭いてるみたい。そう、こういうような特殊奏法、これ今の現代の作曲家が使うことあります。でそっから先はじゃあ先にこっから行こうかな。これはみんなお父さんとか釣りする？あ、釣り。僕もする。そう、釣り糸だね。釣り糸のここに通してみるどうなるかな。釣り糸をね、これ手ぐすって言うんだけど、これを間にちょっとね、私老眼なのでこれ難しいです。だんだんちょっとね、この細いのはなかなかうまくできあ、できた。これを今ある弦に引っ掛けてるの、みんな見えた？わかる？弦楽器なんです、ピアノ。気持ちいいですね。崩れてる。普通はできません、はい、じゃあこれ今のは天狗巣だったのが、これはお琴。はい、琴の弦です。13弦のその弦ね。じゃあそれを入れるとじゃあどうなるか。これ太いよね。じゃあどうなる、変なのかな、ちょっと試してみる、ね、めちゃくちゃ変になる。じゃあこれでやってみます、はい。音の質が違うよね。はい、じゃあ今度はこれ何なんですっけ。三味線の弦だね。じゃあ三味線の弦でやるとどうなるかやってみましょう。じゃあここでキーキーなのかな、どうなんだろうね。じゃあこれ入れるのがちょっとね難しいんですけど。え、音高そう。音高いかな、どうかな、どうなのかな。自分知らない。高い。いや、はい、じゃあこれやってみよう。今音をもちろん音程変えてるんだけどね。だけどそれ、これ手に。で、これがまあお琴ですね。で、何これ？バイオリン弾く人いる？バイオリン。そう、バイオリンの弓って何でできてる？そう、馬の尻尾。そう、馬の尻尾。それを今じゃあ一番下の弦にかけてね。すごい音だね。じゃあそのもう少し上の方の音してみるかな。ここら辺だとどうなるかな。弦楽器と一緒なんですね。弦と弦を擦り合わせると打つと弦打楽器ですかね。じゃあ、もう一個あったっけ。今2本。はい、じゃあこれを今度は中音域にやってみます。ここら辺だとどうなるかな。じゃあここの懐でやってみよう。こうやってはい、というわけでですね、こうやっていろんなものができたので出てきたので、これをちょっとみんな使って、ちょっと即興的、即興的なのは、ね、まあ、ここでバッと思いついたものをね、それを演奏したいと思います。なので題名をつけましょう、ビリヤードボール、琉球ガラス、マレット、自転車チューブ、あとはお琴の弦、三味線の弦、あとは手ぐす、あと馬の尻尾のための S400B。
曲を演奏したいと思います。ビレッドバルのための S400B でした。次は何ペンでネジ、これをなんと間にね挟んで、どうなんでしょうか。これはプリペアードピアノといって、プリペアードもともと準備から準備をします。このマイナスドライバーでこの間にネジを挟む。ただ挟むとき、これ普通やってはいけないんですけど、特別で、本当は特別なピアノを借りるんだけど、今日はあの特別でやるときには絶対ダンパーって投げなくちゃいけないわね。これまあ専門的なやつで上げないと、このダンパーがちぎれちゃうんです。え、そうなんです。その仕組みはちょっと難しいので、まあきちんとは言いませんけども、なので今これある音、例えばどの音のある弦と弦の間、こうドライバー真ん中に入れてこうやって開きます。見えるかな、うん、開いてここに間を入れます。そうするとどうなんでしょう。あ、すごい鍵を振る。それで今3本弦ある、1本目と2本目に入れました。今度は2本目と3本目に入れます。どうなるかな。はい、同じどの音、なんか鐘みたい、夜の鐘。まずこれがプリペアードピアノ。
実はあとはいろんなネジとかいろんなことやったりするんだけど、基本的にはこういうふうにして変えます。いいかな、こういうふうにネジをこういうふうに横にして。では他にね、いろいろ変えるものがあるんですけど、まず一番簡単なのはお金だね。1円1円玉は、そう、あと1円玉です、はい、札のこともあったからね、はい、1円玉を同じく銅のとね、この音にこうやって間から入れます。見えた？うん、どうなった？これだったら1円玉、他の音みたい、銅じゃないみたい、はい、じゃあ5円、はい、5円で銅の音を変えます。どうなるかな？はい、同じ銅の音です。ギターみたい、はい、次10円玉です。10円玉を挟みます。そうすると太鼓みたい、太鼓とシンバルみたいな感じね。50円ね、50円玉、そう、賢いね、50円玉です。はい、はい、50円玉。あと太鼓とシンバル。はい、太鼓とシンバル。はい、だんだんお金が上がってます。100円玉。100円玉。玉玉。はい。またさっき貯まった。使うのか。500円玉。欲しい人。はい、あげない、ごめんね。はい、はい、神社のカレー。はい、じゃあもう一度1円に戻ります。いや、全然そうすると全部のお金やったらどうなるんだろう。なので全部のお金挟んだの。今一応全部比べてみたらね、このようにお金の値段と音は比例しないと。他にあとは、ミュートといって、これゴムの板を切ったものです。こういうふうに細く切ったのね。それを例えば今のドの音、ここに例えば間に入れたりするとミュート。でもっと厚くなると、これをこういうふうに間に入れると、これ3本をミュートしてることなんで、ごめんね。場所によってやっぱり音が違うね。高い音が出たりとかいろいろするね。奥にすると高くなる。それだけじゃない、比率なんだよね。これちょっとすごい難しいことなので、今終わった？あとは終わった。そうね、こういうような、これ実はなんていうの、いろんなふすまふさぎって言うんですけど、いろんなふすまを塞いだりするものね。それでこうやって間にこうやって入れたりするとどうなるかっていうと、ちょっとこれ、ね、音がちょっと詰まった感じなんだよね。それもあるし、あとはこのゴムを挟むと、ちょっとだけ変わるよね。消しゴムね、消しゴムを切ったもの。こういう消しゴムを切ったもの。まあこういう下の方を入れると、ちょっとごめんね。そうと、まあさっきミュートしたのと同じような効果がっていうことなんだ。さて、これで大体そのプリペアードピアノというものを、説明したんですけど、今からやっぱりこれで即興したいんだけど、そうだな、全部でじゃあ10人にしましょう。10人の方、大人5人、子供5人ね。それでここをプリペアしたので、子供には申し訳ないですけど、ここってこの中のどれか、このボルトかゴムかお金かこれか、どれか選んでね、で選んででください。それを僕は適当に挟みます。はい、まずそれをやってみたい人。はい。はい、どうか適当に弾いて、ここら辺。どの音がいいか。はい、わかった。じゃあここに挟みます。はい。
次、あ、じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃあ次、どれがいいですか。どのものがいい。これ100円玉、どこがいいですか。ここら辺がいい。それもね、選んじゃう。ここね、はい。はい、じゃあここに挟みます。はい、じゃあ次は、はい、君はどれ。これ太いね。じゃあここら辺だね。ここら辺どれか選んで。はい、じゃあここに入って。ちょっとごめんね、これはダンパーを上げなくちゃいけない。すごいね、すごいね。これ場所が違うともうちょっと違いますね、ここら辺。はい、OK。 はい、これ、はい、どこら辺。じゃあこれここら辺だね。どこら辺。はい、じゃあこれ入っちゃうね。はい、これ普通は素手でやっちゃダメですからね。あ、ごめん、こっちの音か。待ってね、これちょっとね。はい、 OK。 はい、じゃあどれがいい。はい、これだったらここら辺かな。はい、どこがいいですか。はい、はい、じゃあここら辺。はい、あとは、はい、50円玉、はい、どこがいいですか。ここですか。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ大人の方で5人、このプリペアードをやりたい方、これはこうやってねじってもらって間に入れます。はい、やりたい方いますか。大人、はい、1人、2人、はい、あとは3人、4人、4人。はい、あと1人。はい、じゃあどうぞ。じゃあこちら来てください。いいですか。どこか自由なところで言うので、あるところに差し込んで回します。それで間に入れて終わり。できますか。はい、じゃあ最初の方どうぞ。どこでもいいですね。どこでもいいですよ。奥の方でも大丈夫です。あ、ここら辺はね、多分太さが合わないと思うので。はい、よく、はい、はい、ありがとうございます。はい、次の方。はい、どうぞ。はい、で、どっかに差し込んで。はい、大丈夫です。あ、こ、すぐ5、こんな感じですか。5、はい、5でいい。はい、はい、次の方。はい、じゃあどこでもいいです。ここら辺、はい、はい、どうぞ。はい、大丈夫です。はい、あ、でもね、これで間に合いそうだ。はい、はい、はい、どうぞ。じゃあこれどこかに差し込んで広げて間に挟みます。はい、よくできました。はい、じゃあ最後ですか。はい、あ、いいですよ。じゃあそこら辺にあります。はい、ありがとうございます。それでは、僕もこの他に何本か入れてみます。ドライバー、今の入れてもらったところに合わせていくつか入れてきますね。で、実際はこれは金属なので、金属が弦に当たると本当は傷がついちゃうんですけども、これは本当に特別なことです。なかなか普通はできない。じゃあ今出た音を確認しましょう。それじゃあ この音ですね。これに、では、もしよろしければ座っていただいてもいいですし、ここまで来て見ていただいても全然構わない。これを使って皆さんが作ったプリペアードピアノ、これで演奏しちゃってます。なので、皆さんが作ったプリペアードピアノのための S400B を演奏したいと思います。
初めのポジションに全て皆さんが戻っていただいて、いろいろ知っていただいた上で最後に1曲聴きたいと思います。最後に演奏します曲は、ミソルグスキー作曲の組曲展覧会でというものです。キエフの大門、なんか聞いたことあるなというのは、実は先ほど皆さんに触ってもらって聞いてもらったのそれがキエフの大門です。ミソルグスキーさんという方は、ロシアの作曲、今、チャイコフスキー皆さん知ってますか、ね、チャイコフスキーの1歳年上で、それで彼が、画家の方と友達になるんですね。実はその30歳になった時に友達がいなくなっちゃうんですよ。あるオペラ書いて、オペラって分かるか、音楽で作られる物語ね。それは王様をね、悪く言うようなものだったので、周りとはこの人じゃ危ないなと。で、友達いなくなっちゃった。30歳。で、一人別に友達ができました。それはガルトンっていう画家の方ね。で、その画家の方が、結構一緒に暮らすのかな。それで5年ぐらい仲良くするんですけども、じゃあ、ピアノ元の位置に戻しましょうか。その画家の方と仲良くなるんですけど、5年後にその画家の方が亡くなっちゃうんですよ。なので、その画家の方が亡くなったために、ムソルグスキーさんは作曲できなくなっちゃう。ね、それでできなくなっちゃうので、半年後にね、どうなったかっていうと、その画家が、画家の家にあった絵かな、それを200本ぐらいある美術館で置いて、で、それをパッと見たら、ムソルグスキーさんが、パッとなんか友達といた時のことを思い出して、曲を書いた。それが展覧会の絵と。で、最初の曲を今日は最初に演奏しました。で、最後はその最後の曲、キエフの大門。それはキエフっていう、日本で言ったら東京にあたる、まあ、ロシアの首都にあたる、まあ、とこがありました。今はモスクワだけど、昔はキエフだ。で、そこに凱旋門って言って、戦争で勝った人が勝ったぞって、ね、戻ってくる。そこを通り抜けて帰ってきたぞって、その門を作ろうと思って、で、その画家のガルトマンって方は建築士だったから、その、デッサンみたいなのを描いたんだよね。それってこんなちっちゃいよ。だけど、それを見て描いたのは、今から、さっきも聞いたのこんな巨大な曲なんです。すごいね。人間の中のその思いってすごいなと思って。なので、そういうふうに、今日の面白くしては、思い出をそれくらいこう大きく膨らませていただければ嬉しいなと思って。曲の中では、鐘が3つあるんだよね。そのキエフの大きなもの。こんなちっちゃいのもね。それじゃあ、3つのこういう鐘が何回も何回もで、それを楽しんでいただいてもいいし、あとプロムナードね、同じようになんかこれムソルグスキーさん自身を表すと言われてるんですけども、そのムソルグスキーさん自身も出てきたりして、もしかして天国でそのガルトマンさんと会ったのかなとか、いろんなことを考えて皆さんも聴いていただければ幸いです。今日はピアノ、いろんな音、それも月の光で一番小さい音、終わった後無音、それも聴いてもらいました。次はピアノ出せる一番大きい音出す。あとはその内奏法、プリペアドピアノといういろんな音を聴いてました。なので少なくとも今日一日で皆さんはピアノで出せる全ての音を聴いてもらったと思っていいかと思います。これで、最後の曲でピアノ大図鑑を締めくくります。キエフの大門でございます。